黒部市立図書館とは、富山県黒部市にある公共図書館の総称。黒部市植木23の一番地にある黒部市立図書館本館、黒部市うなずき町下立682番地にある黒部市立図書館うなずき館の二館からなる。黒部市立図書館本館の置1 9 0 2年に、開館した下にい川軍立図書館が前身である。その後1九百九年五月に、 下新川軍立農業学校付設下新川図書館に改名し、1922年4月に3日、市町外23町村組合農業学校付設図書館となった。1952年7月25日には、桜井町立中央公民館図書館が開設されたことに伴い、旧軍立図書館の蔵書2200冊余り引き継いだ。同年11月には、 調律図書館設置を申請し、同年12月16日に正式に桜井調律図書館として開設された。その後1953年12月4日に富山県立図書館文館設置指定を受け、1954年4月1日の黒部市の市政施行に伴い黒部市中央図書館となった。同年5月20日には記事文館も設置された。現在の図書館は、 1972年9月30日に着工、1973年3月30日に完成したものである。同年4月1日に現在の黒部市立図書館に改称され、4月21日に春工式挙行、4月25日に開館した。12月10日には富山県建築賞に入賞している。付近には黒部商工会議所、 黒部市立中央小学校、黒部郵便局、YKK パッシブタウンなどが所在する。現在の本館が1972年地区、1973年開館と、老朽化が著しく、非対震となっていることから、黒部市役所跡地に建設が予定されている。黒部市民交流センター内への移転が予定されている。黒部市立図書館うなずき館の一堂の駅うなずきに、 併設されている、うなずきともが館の中にある。詳細は、道の駅うなずきうなずきともが館を参照。かつては、移動図書館社、青空号が1977年5月から運用されていた。ありがとうございます。